はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、バトルブレイク、おっと、やっていこうと思います。はい、ということでですね、本日使っていく武器は、シーズン5で新しく追加された、こちらのね、AK-12 という武器なんですけれども、この AK-12 ね、パッと見、何の変哲もない、ただのね、AR かと思いきや、これ実はですね、めちゃめちゃ強い AR なんですよ。早速ね、その他のステータスを見ていこうと思うんですけれども、このモードの部分見てください、皆さん。これ結構ね、見逃しがちなんですけど、この銃弾一発が単発じゃないですか。で、これ4発がフルオートを表していて、一番右にですね、3発表してるのありますよね。これがですね、今回の肝になってきます。はい、そうなんです。これ転写できるんですよ。ってことで、このね AK-12 アサルトライフルは実はフルオートじゃなくて転写を使えば最強っていう寸法さ。連射速度が 730rpm で、弾薬口径がですね 5.45×39mm 弾で、銃口初速が880、射撃力が高い、射撃スタミナダガー 0.7 ですね。AK-74N をベースに設計されたゴロドの次世代アサルトライフル、全面的な近代化が図られており、改良によって使いやすさと信頼性を確保しつつ、エルゴノミの面でも改善が図られているっていうことでね、今回こちらをですね使って敵をねプチご助力していこうと思います。肝心なバーストモードなんですが、これ多分ね、3点バーストできると思います。なのでこれもうマジでね強いんですよ。まあ M16 の再来と言っても過言ではない。で、M16 のさ、まあ、5層貫通弾が、この M995 弾なんですが、これ見てください。BS 弾はですね、基礎ダメージが、なんと、M995 よりも2高いのでね、これはもうワンパンできること間違いなしなんですよ。はい。ってことで、もう早速ですね、ちょっと射撃場に行きたいんですが、その前にね、ガンスミス見せていこうと思います。それがこっちね。今回はこんな感じで作ってきました。最強のゴリゴリカスタム AK-12、基本ステータス垂直87の水平70、エルゴノミが51で精度が41、腰ダメ射撃が82の有効射程が100ですね。今回ねこちらを使って敵をねプチ56していこうと思うんですが、まあ、フルオートじゃなくてね、転写で、しっかりとね、敵をしばいていこうと思います。レッツゴー。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはね、フルオートで、ノンリコイル、ブワーこんな感じ。まあ、F2000 毒ですね、これ。銃声結構うるさめ。で、しっかりとマガジンリロールタイムかましてあげて、で、ちょっとね、リコイルします。こんなもんか。あ、なるほどね。はい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 。まあ、大体把握した。まあ、F2000 とね、結構似てますよ、リコイルの感じは。で、まあ、肝心のですね、これ、3点ブラストモード。これがですね、やっぱ肝になってくるわけですよ。しかも見てこれ。やばくないこのレート。これなんです。見ましたか？これなんですよ。3点バースト、くらえ。ほら、こんな感じ。もうワンパンなんですよ。まあ、顔にはね、当たらなくても、これワンパンできると思うんですよね。で、このさ、速度。ぐいってこれ。これ強化 M16 と言っても過言ではない。この速度でさ、バーストしてみてください。これえぐいでしょ。これフルオートよりね、早い気がするのは僕だけでしょうか。マジでそんな感じがするんだよな。これがまあフルオートで、で3点バーストがこんな感じ。いや、これはいかつすぎる。これがね、この武器の真の使い方なんですよね。いや、これはまあ弾をね、すぐ消費してしまいますが、これやばいって。強すぎ、強すぎ。皆さん、このね、AK-12 を使うときは、この3点バーストでね、使ってみてください。このね、3点バーストを自由自在に、あなたがね、操れるようになったとき、価値が確定します。はい、ということでね、秒速 27cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。今回はですね、武器庫の立ち入り禁止区域の方にやってまいりました。もうこの AK-12 クラスのね、武器になると、もう封鎖区とかね、通常区だったらね、持て余してしまうんですよ。やっぱり立ち入り禁止区域じゃないと、まあ、真の力をね、発揮できませんので、まあ、テレビ局かもう武器庫二択になるわけですよね。うん。まあ、でも僕テレビ局嫌いなので、武器庫一択なわけですよ。ってことで、もう早速ですね、
この武器の、まあ、真骨頂3点バーストストリームで敵をですねもう滅ぼしていこうと思います。滅します。僕が、とりあえず、3点バーストに変えまして、沈迫タイムかましておきましょうか。であとは走れこんがり味方についていきましょう。いやちょっとここね、まあ、純速案件なんですけど、あ、まあ、最速2機がねもう早速開けましたね。ナイス。まあ、敵が待ち伏せしている可能性っていうのは、まあ、限りなくね、まあ、ゼロになったと思いますので、ここはがっつりとね、こっち攻めていこうと思ったら、なんかしんないけどさ、足音聞こえてんの怖すぎ案件。これ大丈夫か？いるんじゃないの？ハイターじゃん。はい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 。オッケー。こういうこと。待て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 。これ縛いたの俺だぞ。やめろってお前。は？お前やめろマジで。これ俺がやったんだからな。お前もやめてください、本当に。はい。こういうことなのよ。見たかみんな。これが3点バーストの速さ。俺じゃなきゃ見逃しちまうね。はい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 。じゃあもう僕もう勝ちましたんで、おしまいです。僕の戦いは、これにて終了。GG 対戦ありがとうございました。ちょ、マジで帰りたい。もうさっさと帰らせてくれ。本当に頼むから。もう要はね、ちょ、マジで、早すぎた。これなんだよな。これが、AK-12 の最強の力。早すぎでしょ、本当に。キル速。どうなってんだよ。えぐみちゃん。ちょっとここはですね、1分2機をね、しばけたのめちゃめちゃでかいぞ。これもう仲間もろともさ、やっちまえって。さ、4番さん、1番さん、3番さん入り込んでるね。素晴らしい。もうどんどんやっちゃって。僕はさっさと2階に上がってさ、押すわ。早めに帰った方がいいぞ、これ、マジで。ちょ、とりあえず中入るね。大丈夫かしら。怖いんですが。ちょ、一回当倍に変えとくか。ちょ、待って待って待って。敵はどこ行った？あ、いるな。は？あいつ何？あいつ普通にスカちゃんか。ちょ、邪魔なんで縛りときます。うるさい。ちょ、待てよ。いるんか？ははは。あいつもスカちゃんだ。はい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 。えぐすぎ。ちょっと待って。この速度だよ。やばいって本当に。これが最強の力です。ちょっと閉じておきましょうか。一旦閉じてやって、しっかり長ずにリロールタイム。ちょ、敵はどこじゃ？上か？ちょ、よくわかんないけど。ちょ、一旦ですね、僕は隠れたい。ちょ、マジで隠れさせてくれ。ちょ、頼むから。やばい、開けやがった。こわ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 。ちょ、まずいって。やばいって敵来ちゃってるって。無理でしょってもう。いや、マジでさ、H416 でかすぎ。10万円ちょ、やめてくれもうマジで頼むから。いや、早く脱出してーな。脱出させてくんねえかな、ほんとに。用水路のゲート開けてくれよ、頼むから。あ、待って。なんか今さ、開いたな。来てるか、もしかして。別のやつ入ってきたか、これ、三つどもえ始まっちゃうよ、これ。嫌ですね。もうこれ以上の戦闘僕は望んでないわけよ。もう、うまいからね。もうさっさと帰りたい。それだけなのに。ああ、3番さん、しばかれるかも。やばいかもしんない。大丈夫か？やったか？しばかれてんな。おい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 。3番さんやられちゃう。まずまずまずい。これもう3番さんのカバーに行った方がいいかもしんない。ちょ、しばきたいと思ったら、あ、まずいわ。あ、これバレちゃった。これやばいな。ちょ、ここで、しっかりとまずは、グレネードポイ捨てしてあげる。一回引かせてもらうわ。こっちの方までな。とりあえずこれで、一旦ですね、休憩タイム。あ、もう1番さんも行ってんじゃん。マジかよ、これ。いやー、どうしよっかな、これ、マジで。まあ、ちょっとやり合わせるしかないよね、ほんとに。いや、つうかさ、もう無理かもしんない。仲間全員行ってる時点でだいぶきつい。もう、マジで絶望なんだけど。どうしろと。いや、まあ、もう、当倍に変えとくか。ここは当倍案件ですね。ちょっと待って。やだって、ほんとに。ちょ、やめてくれ、ほんとに。やめてやめてやめて。もう、ここで隠れるわ。隠れるしかないわ、だって。もうだってここ3敗いるんだもん、僕含めて。あ、まずまずまず、いた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 、はははは。は？なんだそれ。ちょ、やめとけって、マジで。お前、それはダメだぞ。ちょ、やめてくれよ、お前。今はダメだって、それ。あ、ナイスナイスナイス。スカちゃんそっち行ってくれんだったらいい。ちょ、とりあえず、ここはスリーしましょうか。ちょ、まずいよ、お前。ほんと来んな。お前、ガチか。ガチか、それ。だるいわねー。それ良くないわね、あんた。ちょ、まずいわよ。あ、ビーチ水路、開けやがった。マジかよ、もう脱出する戦法かよ。行くっきゃないんか、俺も。
まずい。はい、とりあえずまあここで、しっかりとボム投げてやって。いや、だるすぎないか、これ。ちょ、待ってくれ、マジで。いや、もう帰りたいのに。やばいやばいやばい、あっぶね。ちょ、待って待って、危ない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 。普通に危ない。ちょ、待って待って。巻きまーす。こういうこと。強すぎる。AK12 の時代。無事に、始まるってことで。しばけました、なんとか。これ、帰っていただくことさ、できねえかな、マジで。もうワンパには帰ってほしいですね、さっさと。ちょ、もうこれ以上やる意味ねえからな、ほんとに。もう敵は1枚あいつやったらもうこっちは終わってるでしょ、とりあえず。いや、もう勝ったと言っても過言ではないんですよね、これほんとに。まあ、完全勝利ですよね、これ。敵が帰ってくれでさえすれば。ちょっと待って。こんなにうまくいくなんて。この武器やばいぞ、マジで。いや、下に2枚いるんだよな。さっさと帰ってくれ。ちょ、頼むから。もうマジで帰れ。残り1分10秒。ちょ、マジで帰ってほしい。ほんとに頼むから。お願いします。本当に帰ってください。もうそれ以外は何も望みませんから。いいよいいよ。さっさと帰ってくれ。俺はもう手出しするつもりはない。もうこっから動かないからな。残り時間、今25分ですが、もうあとはね、さっさとスイッチを押して帰りたいんですよね。とりあえずあと20秒間は、確実に動かない。もうちょっとマジでさ、さっさと帰ってもらいたいんですよ、僕は。来るなよ、本当に。来んのか。やんのか。え、待って待って待って。こっちは来てる。さあ、ビーチ水路閉じましたが、これ、いるね。え、なんで帰らなかったの本当に。お前は何をしているんだ。ちょ、マジで。おい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 。帰り方だけ封じやがったか、ワンチャン。ちょ、待ってください。来てるわ、いるわ、いるわ。ちょ、マジか。はい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 、2枚来てる。ちょ、待って、本当に。クソだる案件入っちゃった。そっちって通じてるっけドア。ちょ、怖すぎ。ちょ、マジでやめて。いや、だるいけどさ、あいつの装備ね、軽装だったんで、この目の前。だからまあ、勝てるっちゃ勝てるな。はい、覗いときまーす。来い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 。何をしてるの君は。ちょ、頼むからさ、もう来るならさっさと来いよ。俺の場所分かってんのか。分かってないよな。開けてるわ。2枚いるんだよな。ちょっと待ってくれ。1枚ずつ確実に処理していく。ちょ、待って、もうこれさ、行っちゃっていいかしら。答えは聞いてない。行くか。ちょ、等倍に変えてさ、もうここさ、詰めよっか。もうさっさと詰めまーす。はい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 。ここ開けて。あ、ここ違うんかい。別の場所でした。あ、また、